大学2生です。自分のスペックの低さ、不器用具合、容量の悪さにより、キャパがオーバーしています。周りがこなせてるので、ものすごく劣等感を感じ消えてしまいたいと思います。このアナリもうまくいかないならば死ぬかもしれないと思います。どうしたらいいでしょうかということなんですが、まずですね、自分のスペックの低さ、不器用具合、容量の悪さにキャパがオーバーしていますということなんですが、周りがそのたくさんこなせてるのと同じ量をこなすことに、こなさないといけないと思ってる方がいると思うんですけども、これはね、あんまり周りと比べる必要はないですね。なんでかっていうと、自分のスペックが低いっていうふうにおっしゃってますけど、あらゆるジャンルにスペックが低いってほとんどいないんですよ。例えば僕の場合だったら協調性はすごく低いし、書類を処理する能力なんかほとんどないんですよ。こういう点で言ったらスペックは低いんですけれども、まあ、逆にゼロから何かを生み出したりとか、こう文献とか論文とか読んだりとか、こういうのは得意なわけですね。ってなってくると、自分が強いところでキャパシティを増やしていけばいいだけの話であって、容量が悪いとか他の人に任される部分は任しちゃっていいと思うので、逆に自分はこれがダメだ、オーバーキャパシティになっちゃうっていう風に思うようなことが今見つかってるんだったら、それをやらないで生きていく方法を考えるいいだけの話だと思うんで、苦手なことが分かってるって結構強みになると思いますよ。